こんにちは、熊市健次郎です。皆さんバイクお乗りですか？どこのメーカーがごひいきですか？バイクに対してどのようなことをご期待なさってますか？今回は2023年の現代に生きるバイクを楽しむ皆さんとご一緒に、この日本のバイクという乗り物を世界トップクラスの性能に仕上げ、僕たち一般人でも楽しめるものにしてくれた本田宗一郎さんのことを中心にお話をしていきたいと思います。で、国産バイクの第1号っていうのはホンダじゃなかったりするんですけど、バイクっていうのを一般の方の手に届くものとして広めてくれたのはホンダですよね。で、戦時中トヨタの下請けだったホンダがバイクを本格的に事業主体としてホンダ技研工業になり、当時のヤマハさんにもプロペラ製造機械などを納めていたり、実はホンダとヤマハは仲のいいご関係だったそうです。で、当時食器メーカーだった鈴木さんもホンダの役員であった石田泰造さんという方の勧めで自動車事業を始められたという歴史があります。皆さんが今乗られているバイク、いずれのメーカー製であったとしても本田宗一郎さんと何らかの形でつながっている。おそらく皆さんがご存知でない本田宗一郎さんが皆さんに残した言葉、それは1962年、今から61年前に遡ります。日本における第一次バイクブーム、よく1980年代と言われてますが、実際のところは1970年前半、ホンダ車で言えばドリーム CB750 なんかが発売されて、それからすぐの1973年、昭和46年にはホンダ社長、藤沢副社長がお二人ともご退任。宗一郎さんはこの頃の暴走族がご自身の会社のバイクを乗り回していることもご存知だったはずです。宗一郎さんが若者やライダーをどういう風にご覧になっていらっしゃったのか、第一次バイクブームに入る直前の1962年にお話しされた記録がありますのでご紹介します。社会一般的に若さを虚勢された青年を要求する傾向がある。世間の大人たちの身勝手な事なかれ主義がその根底に渦巻いている。大人たちは若い者を信頼できないで、とにかく指導という名の干渉をしたがる。山に登りたいと言うと、すぐに危険だからよした方がいいと来る。オートバイなどでちょっとでもスピードを出しすぎれば、どうしてこう危ないことばかりするのかと怒鳴りつける。夜遊びが過ぎようなものなら注意が皆敵になる。はい、はい、と大人の言いなりになる子や、大人の考え方の枠から飛躍しようとしない子がいい子であり、自分の意思を表明し主張したり個性的な行動を示す子はたちまち悪い子の烙印を押される。だから私は世間でいう悪い子に期待している。なぜかといえば、そういう子供こそ個性の芽生えを持つ、頼もしい可能性に満ちた本当の意味のいい子なのである。もしもある程度の行き過ぎや過ちがあったとしても、それが前向きの努力であり、正しさを信じての行動であれば、それは若気の至りとして許されるものだ。はい。ここまでお聞きになると、やっぱりドライバーズチャンピオン目指すメーカーやから、ちょっとぐらいやったらやんちゃしてもええんやでって思ってはったんかなってお感じになる方もいらっしゃるかもわかりませんが、宗一郎さんはこのように続けています。オートバイを飛ばしすぎ、人や物に危害を加えたり、遊びが過ぎて盗みを働くなど、これはもってのほかである。善意の他人に迷惑をかけることは、社会人として、自由人として最高の犯罪だと思う。絶対に他人の犠牲を強要してはならないのである。社会にはその社会を維持するための法律があり、秩序がある。それを守らなければならない。自分の生命、財産、自由が尊重されるためには、他人のそれを尊重することが必要である。権利を自覚して義務を果たすことである。どんな行動にも責任を持たなければならない。過ちの理由を絶対に他に求めてはダメだ。どんな場合でも自分の行動は自分の意思で決定する人間でありたい。はい。僕たちが乗っているバイク文化を作られた方のお言葉、皆さんはどうお感じになられますか？お金を出して買ったものは自分のものだ。どう使おうとどう走ろうと他人にとやかく言われることやない。そういうふうに思われますか？今の時代、本田宗一郎さんの名前やお話を目にしたり耳にすることもほぼなくなってしまいましたし、お若い方は本田宗一郎さんがどういう方だということすらご存じない方も多分多くいらっしゃると思いますけど、僕はやっぱりこのバイク文化を作っていただいた宗一郎さんの思いをバイク乗りとして全員で共有しなければならないと思っています。今年もすでに悲しいバイク事故が多発しています。バイクを作られた方は、ライダーに笑顔になってもらうためにバイクを作っておられます。バイクを楽しませていただく僕たちは、どういった振る舞いをするべきか、皆様のご意思は自由です。1957年、ホンダ荒川テストコースで走行中のマシンが転倒して壊れました。エンジニアのがっかりした声に宗一郎さんは厳しく叱ったそうです。一番がっかりしてるのは誰かを考えろ。いつもライダーの気持ちになれ。俺たちは機械を研究してるんじゃない。機械を操る人間を研究してるんだ。機械を愛した宗一郎さんは、それにも増して人を愛する方だったそうです。本田宗一郎さんが人の安全を大切にしていた証として、1970年、二輪四輪のメーカーで初めて安全運転のための活動を始めます。僕も初めて取ったバイクの免許は、大阪にかつてあったホンダレインボーライディングスクールで教えてもらいました。そして54歳の今、鈴鹿サーキットの教育センターでたまに教習を受けに行ってます。僕は当然本田宗一郎さんとは全くご縁もゆかりもありませんし、今はボルドールも中古車販売店で買ったので、本田さんとも全くつながりがありません。でもあなたは誰を尊敬していますかと尋ねられたら、迷うことなく本田宗一郎、そう答えます。若い頃からずっとです。誰かの真似をせず、オリジナルでかつ、そして誰かを笑顔にする。宗一郎さんのその精神は僕の人生に今も大きく影響しています。仕事でもプライベートでも、そしてこの YouTube でも、その精神を胸に行動しています。本田宗一郎さんの教えで、僕は悔いなく笑顔で人生を歩んでこれたと思っています。これからもそうします。一つだけ悔いがあるとすれば、親父さん、僕もそう呼びたかったですね。